こんにちは、ゆうです。お久しぶりです。あ、じゃあ、パズドラのお時間です。で、お久しぶりです。まあ、盛大に体調崩し、1ヶ月でね、体重が10キロぐらい痩せちゃって、はい、コミュニティに書かせてもらったんですけど、まあ、とりあえず、アミノ酸もちょっともう取りなさいと。はい。それで、もうお肉をめっちゃ食べなさい。まあ、あとは睡眠時間を1日7時間寝てくださいと言われました。で、それをした結果、ちょっとね、もう、顔ももっとげっそりしてたんですけど、なんとか戻ってこれました。本当に皆さん、あの励ましのメッセージ、本当にありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ嬉しかったです。それではね、今日無課金サーバーか、しばやりまるやっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、マジック・ザ・ギャザリングコラボガチャ。はい。僕、大好き、カードゲームは大好きなんですけど、残念ながらね、マジック・ザ・ギャザリングはちょっと通ってきてなかったんですよね、はい。ポケカとね、今、遊戯王はやってるんですけどね。さっきもポケカと遊戯王カード買ってきました。で、今回ね、無料ガチャがね、いっぱいもらえること、いただけるということでね、はい、そちら、まず引いていきたいと思います。あとはね、学園ガチャの結果もね、魔法石がその5個しかないのは、その学園ガチャの機能のタイミングで全突破したからです。その結果も、ちょっとね、どこに添えてるかわかんないんですけど、とりあえず添えときますね。はい。ちょっと動画、録画データで残してあるんで、はい。そちらも残しておきます。この動画のどちらかに、前か先かわかんないんですけど、はい。それでは、開催記念マジック・ザ・ギャザリングコラボガチャ、引いていきます。おー、すごいですね、なんか。すごいしか言ってへんけど、もう、はい。もう一体的ね、欲しいキャラがいてね、光の軽減ループの子がね、チャンドラならですね、はい。7コンボが圧縮されて、はい。L 字もこれ圧縮版？圧縮版じゃないですね、はいはいはい。両端一列をヒドロップに変身して、いいですね、武器は？はいはいはい。副属性火に変えてくれるんでね。はい。あ、そうそう。狙いのキャラがですね、僕、実はその最高レア度とかじゃなくて、もっと来てるのはこのキャラなんですよね。ギデオン・ジュラ。はい。これが軽減ループできるっていうことで、はい。しかもコンボ加算もついてるっていうことで、はい。こちらを狙っていきたいと思います。すいませんね。もうなんか順番が前後しちゃって、動画撮るのが何分久しぶりなもんで、はい。で、こちらもクリア報酬解析ね。マジック・ザ・ギャザリングガチャ。金玉でいいんですよね、僕的に。お出た、目的は達成したぞ。オッケー。しかもね、これもう素で軽減持ってるから、実質あれでしょ、ダメージ軽減以上の軽減何パーなんやろ。わかんないけど計算できないんで、はい、すいません、はい、すいません。よーし、よし、いいっすよね、でもカードゲームって。もう楽しいっすよ、カードゲーム。僕はまあ、コレクター派なんですけど、はい。コレクター、無料買ったんや。ごめんなさい、僕的にちょっと、ほんま失礼な話なんですけど、仮面ライダー龍騎が大好きで、仮面ライダー、ライガーやったっけ？タイガーや。見えた。アジャン。結構とか普通に強ない。魂の光。魂を燃やす。心を燃やせやん。昨日鬼滅見ました、僕。副属性を木に変えて。無料でいいんですか？無料やんね、今の。無料で？クリア報酬の？普通の。ありがとうございます。じゃあ、こちら、クリア報酬、開催記念、報酬6月、降臨のやつですね。僕はカイドウで、なんかサクッと勝てましたね。はい。とりあえず、回復と HP だけ持ってたら、なんとかなりました。まあ、持ってないんでね、このアカウント始めてから、マジック・ザ・ギャザリングコラボガチャ初めてなんで、おえー、なんかすごいね、なんかもう、パズドラのドロップみたいな身にまとっとるやん。すご。ジュダー。これ、すごい、なんかスキル面白そうっすね。なんか、ごめんなさいね、僕もうほんまにね、パズドラからちょっと離れてたんですよ。
離れたっていうかログインはしてたんですけど、メインアカウントでちょくちょく遊んでたんですけど、最新情報とか全然追う体力がなくてですね。あ、しかも泥鏡、これは当たりなんじゃないか。おいおいおい。よし。それではですね、まあ、ね、あの、まあ、コラボはね、まあ、一回はね、あ、ごめんなさい、もうめちゃめちゃイヤホン引っかかっとるかな。一回はね、石使っていきたいなと思ってたんで、このために頑張って5個貯めたんで、ユーザー情報の購入歴、無料配布5個でございます。はい、それでは、見せましょうか。久々に、マジック・ザ・ギャザリングコラボガチャ。まあ、5年ぶりのコラボという、コラボということでね、まあ、いろいろあるようですが、おめでたいということで、はい、それをね、魔法石、無料ですが、捧げたいと思います。それで、ダイヤ、このキャラで思い出す、セラの天使で思い出した僕ね。あ、でも即時回復いいっすね、いいっすね。僕、ウルトナしか持ってないんでね、フェスゲン。これはめちゃくちゃ嬉しいっすわ。機械で、激減で回復。いや、嬉しいっすね。それじゃあ、結果見ていきましょうか。はい。はい。結果、こんな感じですね。氷モンスターからゲットして、その名前がからへん。チャンドラなら、ギデオンジュラー、アジャニ、はい、アジャニ、ジュダ、セラの天使、はい、なぜか無料からしかダイヤが出なかった、はい、石を使ってダイヤは出なかった。あと僕ほんまにもう一個だけ欲しいキャラいたんで、ちょっと紹介させていただいていいですか。はい、この極楽鳥欲しかった。鳥欲しかった。鳥めっちゃ可愛いよね。欲しかった。すいません。どこでカットしてるかわかんないんですけど、最後の締めに入ろうと思ったら、パソコンが、クラッシュしてしまい、落ちてしまったので、撮り直しております。どこまでしまったっけ？あ、そうそう。僕の大好きなカードゲームということで、全力でね、楽しんでいきたいなと思っております。また、次からね、まあ、いろんな環境も変わったので、クエストとかね、全然挑戦してないんで、挑戦動画出せてないんで、はい、そちらも、ぜひ挑戦していきたいと思います。あと、この動画がね、4月17日月曜日撮影してるんですけども、ちょっと僕もちょっと変、一切全部のすべてのお仕事ストップしてたんで、はい、多分もうノロノロ編集になっちゃうんで、多分ね、いつ上がってるかわかんないんですけど、本当に最後にご視聴いただきありがとうございました。はい、そして、もしよろしければ誕生日ちゃうわ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、それではね、ここら辺でお開きにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。皆さん待っててくださってありがとうございました。